西武ライオン VS 広島カープ、セ首位3連戦、これの勝敗予想。意外と西武が前線して0勝3敗で切り抜けそう。揺り戻し理論って知ってるか？西武の0勝3敗や。さすがに本拠地やし1勝2敗くらいはいける。ロッテに勝ち越した広島に勝つとか、ロッテに勝ってから言う。クソザコ左バッターに弱い広島の伝統を考えたら、クソザコ左バッターが多い西武が勝つかもしれん。また誰かノーヒッターやりそう。渡辺に負けてほしいから西武。西武が実力の差を見せつける。2勝1敗でも実質貯金1つ減らすようなもんだから、カープは逆にプレッシャーかもな。ベルドの厚さで広島の打者弱らせる作戦って聞いた。普通に広島の3連勝じゃないか。とこだと森下は西武がまともに前に飛ばせる投手じゃない。栗も当たるけどどん詰まりで抜けないだろう。交流戦のチーム打率3割近いハム打線が広島の森下と栗に抑えられてたんやから、西武のクソ打線なんか無理に決まってるやろ。ただでさえ打線が激弱なのに、セリーグは西武相手に防御率1点台以下の到底当てすぎやろ。打線が弱くなくても5割でいけたら十分と言える運の悪さや。東証王国&山賊打線やぞ。普通に西武3連勝やろ。ご視聴ありがとうございました。